次に紹介するのはテナーサックスのメタルのマウスピースで HL モデル、です。 HL です。このマウスピースは、素材としては、鈴の合金を使ってます。鈴の合金というのは非常にこう柔らかい素材なんですけども、それによって、音色としては非常にこう下の太い成分とかも出るようになってます。出る素材であります。で、その特徴としては、非常にハイバッフルを採用しているので、とてもこうスピード感のある音色が出しやすく、上のバイオも非常に豊かになってます。70年代80年代に非常にヒットをした、鈴合金のマウスピースになったんですが、それを、参考にして作られています。あとどうでしょうね、ジャズであったりフュージョンであったりロックであったりロックンロールであったり R&B、コンテンポラリーミュージックのサックスのスタイル全てに対応できるマウスピースだと思います。実際の音色を聞いてみてください。今回、ゴッツの製品それぞれのタイプを、さまざまなタイプを、試奏録音させていただきましたが、実際に使っているプレイヤーの身としては、非常にこう昔定番であった古いヴィンテージのマウスピースを参考にして現代の設計現代の加工法で非常に精度の高いマウスピースを作っていただいているゴッツさん、とても僕は感謝しています。今オールドのヴィンテージの欲しいマウスピースといい状態で手に入ることはなかなかないのなかなか難しいので、新しい製品でこのようないい製品が、各種いろいろなタイプラインナップされているのは非常にありがたいことだと思います。ゴッツの製品非常に精度の高いマウスピースでコンピューターでの設計で誤差の少ない均一な製品が出来上がってますので、さらにそこに、仕上げには、非常にこう熟練した職人さんの手が入ることで完成度の高いマウスピースが、完成度の高いマウスピースが手に入ると思います。ぜひ店頭で手に取ってみて吹いてみてください。